みなさん、こんにちは。こんにちは。ちは <laughs> 本日も八重樫幸男さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、では、ゆき男さん、あの、古田さんのお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども。うんはい、まず、あの、最初は現役と現役でご一緒だった。んです、ね、そうそうそう。うん、なんか、の、最後かな。はい。古田さんの印象だったり、どういう、うん。あのね。最初ブルペンスを見た時には、もうすごいキャッチングうまくて。はい これとうで、うん、その、あいつだった、タっていうね、二十歳にっキャッチャーがいたのよ、はい。はい。これがね、どちらかというと、うん、キャッチングは下手な方なのね。硬すぎて。ただし、<ー>フルートの場合はね、柔らかいんですよ、取り方が。へぇー。うん、シピシっとる。だから、その、最初に見た時はあ、うん、これはキャッチ選手素晴らしいなと。そっからシートの子始まずに、はい、コントローいいし、球の、うん 回転、うん、かったんですね。はあ、深夜のボールをファーストで取ったぐらいの感じの軌道があるんですよ。へところが、いざバッティング入りましたっつったら、はい、その1年目のキャンプでは、あの、バックネットからボール出ないんですよ。<laughs> それバッティングピッチャーからですよ。ひど<ー>かったんですから。だからあれはね。はあ その後ね、あれだけのバッターリアルとはね。1年目2割5分で、2年目3割4分。そうです。キューブ声伸び。あの時は最初ね、フル、あの、旗も徹詰めてたからね。キュい旗が早急長があるし、そのピッチャーに返す早急がまたひどいんですよ。旗っていうのが。こう来ちゃって。だから、なんだろう。 投げるだけじゃなくてキャッチャーの球を取るだけでも一苦労なんですよね、それでそれを見てもう、うん、野村さんが野しにしようということで、うん、でそこからですね、古田がなったのでそれでね、ちょうど人、これ、なんで古田とこんなにばーっとよくなったのと、だからうん、癖を見るのが好きだっていうのを聞いてたんですよ。そ<ー>そうですね実際的にそれだけじゃ打てないから、うん キングとのバッティング、試合前あれれん、練習日だったのかなキャッチャーしたんですよ、バッティングキャッチャーやってて。はい、それで、古田の時見てたら、アウトコースの中にインサイド、ポイントがもう全部しっかりしてるんですよ。はい、あ、あいつはアウトサイド、インサイドインだっ開くことなく、左足がピッと、ね、ピッチャーに向かっていって。はいうんあ このポイントでしっかり捉えたのは打つわと思って<ー>そ,のその入った前の年なんてひどかったですもん <laughs>、うん、同じキャッチャーとして大変だろうなとかっていうふうに思われたりは <laughs> いやありますよだから僕らの時そういうのなかったから <laughs> 逆にそれぐらい試乗してくれるバッテリーとか監、ね、督、うん、いなかったからどちらかというとなんでというか逆に結果に伴って た声しかないんですよなん、はいはい、あそこで印刷所が折ったとか、うんであそこでマスが折ったんだかとそういうしかないんですよ怒、うん、られ方が結果見て、うんはい、でその内容を聞かないわけですよね。うん、でところがそ,のそういうのをやりながらゲーム中にボンボンボンやられてるでしょ。ほ、はい、んと神経質この色づいなんねえかなと思って最初思い,、うん、思いましたよ。 ちょあと結構あんな際だけ言われたら指動かなくなるんじゃないのみたいな一もさ、うん、<laughs> イプスなっちゃいそうなだからその中でもね、はい、一回あるんですよ僕がほらバッテリー落ちた時に「はい、おい入っよ」と「ちょっと入って生意気だからなったからちょっと注意し害って言われたんですよ。でその時に「僕 <laughs> 入って言いませんでしたよ。あそうなんですか?」。いやいや監督で育ったんですから「監督に言ってださい」って。<laughs> <laughs> 自分でもよう言ったなと思うんだけど <laughs> 監督育ったんだから監督強つさいよって。で,で分かった分かったって言うんですよ<ー>ねその時は分かったって、はい。で監督んで古田さあんな生意気になったんですかって、うん、見えんですかって言ったら「いやあいつなカーブ、縦のカーブ持ってるやつにボールでもいいから一球ね見せろ」と。はい ちょっっと幅変わってくるからみんな横の動きばっかでうん、うん、その縦のカーブというのはほとんどつかなかったのねフルトンも実際的に。でげあいつのイメージこういう本当の理想的なカーブじゃないと信用しないわけですよ。だから社会人の時の時癖こういう甘ん変な甘いボールだったら打たれるからダメだっだから本当に理想的な曲がり方方向、はい、でも落ち方そういうものじゃないと使えないという。 考えながら、うん、だからそういうリードできなかったんだところがその縦のカーブ,カーブを使えって言った時はあのやらそれから、はい、必要ないくらいにカーブ縦のカーブを投げさせたって言うんですへ、えー、ああ,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 あそうですかっって強いっすね、うん、で次の日に古田に「まあ、監督いろいろまあ言われるけどちょっと我慢せえと」と、はいうん、ちょっと俺らあと監督に言っとくんで、うん もしそれ決まったら、あと言うからって言って、うんはい、じゃあ監督ね、あの、キャッチャー育てるのは、うん、ベンチからの指示でやるのか、はいうん、裏で被ってる一番ボールに見えるキャッチャーが見て、サイン出すのがどっちが一番いいんですか、まあ、それを裏でやってるのがいいよな。それでは、古谷に言いますから、 本当に困ったときに、監督、サイン出してくださいと。うん、じゃあ、わかったと。ええぇい。だから、ツイッター見させますか。で、古谷に言ったの、今日、お前、本当に困ったら、ベンチ見ろと。すごい。はい。そして、やったら、古谷、こつその時、釣 <laughs> れる子を見えるんですよ。はい。ところが、はい。あの時あのチャートって、こう、配給表のね、洗、はい、がって、はい、これぐらいでっかいんですよ。はい。それに まあ、そこに、俺が書いてて、こう、監督に渡してたんだけど、最初ね。はい。そしたら、終わった後に、見てたら、監督がね、そ年かけて、こう、ちゃーっと見れるんですよ。古田の子う見た時に、<laughs> こうやって。<laughs> はい。そしたら、ム終わって、古田は、も監督のとこ見て、サイン出て終わってたら いや見たら下向くんですよって言って。えー、<laughs> そ,うそうだよなって <laughs> あの。古田ん何回も見てましたけど当うでしたって。出すことなかったなって言うんですよ。<え>だから,だから出すことなかった。なかったねだから見出せないんですよ。うん、監督とか急にこう来て自分がこうやってサイン出すっていうのも難しいですよねカーブだっていう。うん これ、どうですか、うん、って、古田に任せておいて、うん、本当に困ったら、本当に、本当に困ったら、ベンチ見させますので、もしその時に監督があったら、出してくださいと、うんで。もし、あの、なかったら、ゲーム終わった後に、はい、そういう話し合いをしてね、うん、こういうここうだったのをやったらどうですか うん、分かったとて、うん、なったんですよ。それでもやっぱりダメだね。見たら。うんうん、その前の試合よりは見る回数少なくなったんだけど、やっぱり出さないんですよ。うん。今日も出さなかったからって言ったら、あいつ。<laughs> <laughs> 結果出さなかったん出さなかった。全然出せなかったんですよね。うんうん、その後こう、どうなんですか現地で野村監督がこう古田さん叱る回数っていうのはちょっと減ってきたりとか、うん。そうですね ね、うわなるもうそっからもしかしたら減り出した時期ってうとそのぐらいからもあんまりこう叱、うん、ることはなくなったっていう、うんうん、だからまずほら世界人の時のリードからプロのリードにどんどん変わってだから最初はあいつプロをなめてましたからねそういう人古田はあそうなんですか、ね、そ,それが野間さんに耳入って怒ったんですよ<ー>ほんだからプロよりもアマチュアの方がすごい えー、何言ってんだ誰だそれっつってふるさってそれを誰かから聞いて野村さんに伝えたんですよ。俺らもそういうの聞いたことないんですよだけどそういうのを野村さんに言った人がいるんですよ。古田<ー> <laughs> さんもそんなこと言うんですかね <laughs> だからあのわかりますよ。やっぱ 一流のピッチャーを受けけてるわけです、ねまあね、さんだから遠い人のねだからそのこいつはこれぐらいのボールそっ、うん、ールがうちのピッチャーがカーブ投げてもなんだこのカーブっていうのをま、ね、見る,撮るわけなんですよ、ね、そう,そ,うそのイメージだけ言っちゃうから、うん、確かに古田さんが昔テレビでおっしゃってて拝見したんで聞いたのがあの二人だけど。 格好に受けててびっくりしたピッチャーっていうのが1位がアマチュア時代の野茂さんもう一人が伊藤智人さんでもプロ入って受けてすごいと思って伊藤智人がどれだけすごいかみたいなことを言われてるす伊藤智人さんもすごかったですか1年目あ、友すはいあ、すごいでもこう古田さん引退されてからまあバッテリーコーチの後に打撃コーチもされてとかっていう時に古田さんの打撃… っていうかああいう古田さんみたいな一流選手をのバッティングコーチってどういうことをされるんですか <laughs> いや僕はね古田さんはゆ古田さに言ったことないですようんまあんで聞かないからあいつ <laughs> 正直言って <laughs> うん偉そうにしてるわけじゃないんだけど自分の信念を貫いてんだねと大コーチやって今度は特殊な関係がいますよね、うん、後輩で入ってきた古田さんがプレイングマネージャーに なるまずプレーマネージャーやるってまあ僕は生まれてきてから初めてなの野村監督とかあったかもしれないですけど生まれてきてあとうとうそんなことが起きるんだって,って <laughs> まあワクワクした側ですけど <laughs> 初めそのお話を <laughs> あの聞かれた時どういうふうに思われましたまあどうしようかな僕どうしようかなと思ってたんですよ。とおっしゃいますと。だからそのままの残った方がいいのかどうかっていうそ、うんうん、したら杉村が「はい、じゃ一緒にやりましょうって。うん いろいはそのままやってたんですよね、バッティングコーチね。なるほど、ね。だから古田自体は、俺をバッティングコーチやらせようとかっていうのはなかったじゃないですか。はい、そのと当時は古田さんのこと、呼び方どういう感じになるんですか。だから今の監督ですよ。古田って呼んでたってことですか。今。あ、古古ですね。あ、古っていうふうにおっしゃってたのが、監督ってなるわけですか。うんうん、そうですで。古田監督は八重橋さんのことはどんな感じ呼ばれるんですか。八重橋さん。 どうですかプレイングマネージャーを続けるというかやっぱプレイングマネージャーですよくあのそばから見て大変そうでしたまあ大変ですよ、うん、だからもう完全にもそのヘッドコーチだヘッドコーチそ自分が出る時の指揮するものはしっかりしたものじゃないと、はい、絶対無理ですよあの時はヘッドコーチはどなたでしたっけ伊藤昭光さんかピッチャーの こうでピッチャーですもんね。伊藤。そうなんだと。ああ。だからあの時は、ほら、荒木がいてじゃないですか。はい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 、とう、投手コーチでいらっしゃって。うんうん、で、古田さんも試合出るから。なかなか采配難しいす、ねうん、ですね。だから全部。攻撃の時はもう、う秋元さん。この時、代打させますと言っとけや誰を。共有もしてるし。うん、ないんだもん、それ。 あなるほど八重樫さんに聞かれるわけではないんですよだから言ってるのはバッティング関係ないやつに言ってるの普通で言ったら監督がいるじゃないですか、うん、普通の監督だったら代打って誰が伝えるんですか,んかその前に、はい、だから誰々をあちょっと用意してくれって言ってあの野村さんを言ったら、はい、あのこれとこれとやっててくれってでどっち行きますかって言ったらあこっち行くからって言って。 ッテンコチが言うわけですよね、選手に言そのままポンっていくんだけど、何もないから、どうしようもないんだよね。だから、あれはもう、必然的にも最下開になるのは当たり前です、だから、あそこまでよう我慢したなとは思うんですよ、古田がね。やっぱプレイングマネージャーって、やっぱ難しかったんですね、<ー>なかなか谷繁さんとかでも、やっぱ苦労された感じ。<ー> <laughs> いろいろありがとうございましたいいしあのまたいろいろお話をお伺いさせていただけるの楽しみにしておりますありがとうございますありがとうございました <laughs> ありがとうございます